福岡県温賀郡の一温賀郡は、福岡県の郡、人口9万1089人、面積93.4桂平方メートル、人口密度975人、桂平方メートル。以下の4町を含む、1878年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記4町のほか、下記の区域にあたる。古代は、丘と読まれていた。 1901年、当時の八幡村に、関営製鉄所が進出したことで一大工業地となった。現在残っている水巻町、恩賀町、岡垣町に、鹿児島本線と国道3号という九州の大動脈が町域を貫いていることもあり各町とも盛んに開発が進んでいる。北九州市の経済圏に属しており、生活、文化面で親密な関係にあるが、 郵便番号は、芦屋町と水巻町が、北九州中央郵便局管内の郵便番号、80地域なのに対し、恩賀町と岡垣町は、新福岡郵便局管内の郵便番号81地域となっている。また、軍部としては珍しく全庁で、住居表示が実施されている。旧三端地の水巻町は、市街地が隣接の八幡西区、折尾地区都市金であり、連続した、 市街地を形成する。また近年看護系の専門学校も進出し、学生の町としての発展も期待される。恩賀川を隔てた恩賀町、岡垣町はもともと農村であるが交通の便が良く、人口が急増した。近年は拡大する福岡都市圏にも入りつつあり、同市のベッドタウンともなっている。唯一鉄道のない芦屋町は、恩賀川の河口に位置し、 筑豊法丹田の石炭石執行として、江戸時代から明治初期にかけ繁栄し、恩賀軍の中心となっていたが、芦屋町は1961年に廃止になった芦屋線しか通っておらず、町内を鉄道が通らないこと、鉄道の開通により若松港に石炭石執行の役割を奪われたことで衰退した。古くからの市街地を持つが、近年さらに衰退している。内には、 隣接市町ほどの工業集積はなく、もっぱら農業業である。一石本村2、若松村3、八和田村四岡県村五矢萩村六東門村七朝木村八底井の村九水巻村十長津村十一勝木村十二上津役村十三ほら南村十四黒崎村十五戸端村十六ほら、北村十七江川村十八 芦屋村19、山が村、ありがとうございます。